いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。水中で生活する魚が体内に酸素を取り入れるための器官がエラです。そしてエラはそれ以外にも餌をこし取ったり、体の塩分濃度を調整したり、さまざまな役割を担っています。ここではその役割とエラのメカニズムに目を向けてみましょう。本日の結論です。エラは呼吸、切字、適応の鍵。本日の目次です。水中から酸素を取り入れる器官、酸素を取り込む鰓弁、餌をこし取る鰓耙、海水魚と淡水魚の違い、空気呼吸をする魚、エラを持つがゆえの危険性、釣り人として心がけること。それでは順に見ていきましょう。水中から酸素を取り入れる器官。人間には酸素を体内に取り入れるために肺がありますが、魚には一部の種類を除いて肺がありません。その代わりの役目を担っている器官がエラです。水中には酸素が溶け込んでいます。これを溶存酸素と言います。魚はエラに水を通すときに溶存酸素をガス交換によって血液内に吸収します。ガス交換とはエラを通過する際に水中の溶存酸素は血中へ、血中の二酸化炭素は水中へと送り出すことを言います。水、真水と空気を比較すると、水の酸素容量は空気の約30分の1しかありません。また水の密度は空気の約800倍、粘性は約60倍もあるため、水から酸素を取り込むためには大きなエネルギーが必要とされます。エラは水が口腔内を通った先にあります。魚は溶存酸素の豊富な水をエラに通すために常に口腔内に水を吸い込んでいます。ここには絶妙な仕組みがあり、口の開閉と鰓蓋を動かして外鰓口を開閉することの組み合わせで、口腔と鰓蓋において水圧の変化を作り、鰓弁、鰓葉へ効率的に水を当てています。外部から観察していると単に鰓蓋が動いているだけのようですが、鰓蓋の内側ではこのような水の動きが起こっています。またマグロなど高速で回遊する種類は口を開けたまま泳ぐことで水がエラを通るようにしています。酸素を取り込む鰓弁。エラは鰓球、鰓弁、鰓耙という3つの部分から構成されています。これらの中で酸素を取り込むガス交換に関係するのは鰓弁です。鰓弁はエラの赤いひだ状になっている部分のことで、一つのエラに数十から数百もあります。弁の中には血管が通っています。鰓弁は表面積を増やして水中の溶存酸素を効率的に吸収できるように、一本の鰓弁はさらに枝分かれし、二次鰓弁と呼ばれる構造を持っています。特に優れているところは酸素を取り込む能力です。人間の肺は空気中の酸素の 20% ほどしか利用することができませんが、鰓弁は水中の酸素の 80% も利用できると言われています。鰓弁の面積は魚種によって様々です。一般的にはマグロやカツオの仲間など遊泳性の魚では鰓弁の総表面積が大きく、カレイやヒラメの仲間など定性性の魚ではその面積が小さいです。小さいといっても 400g 程度のニジマスの鰓弁の表面積は 770cm ほどもあり、マグロに至っては 25kg ほどの個体でもおよそ 23m、 畳14枚分もの表面積を持ちます。餌をこし取る鰓耙。鰓耙は口から吸い込まれた水をろ過して水中を浮遊する固形物と水とを分離することによって、異物が体内に侵入するのを防いだり、餌を捕らえたりする役割を持っています。そして鰓耙で選別された固形物が異物である場合は口から吐き出され、餌の場合は飲み込まれることになります。鰓耙の形や数は魚の食性によって大きく異なり、プランクトンを主食とするマイワシやゲンゴロウブナ、ヘラブナは微細な餌を逃さないように鰓耙が細かくなっていて、
スズキやヒラメのように大型の餌を捕らえる肉食性の魚では粗いです。また水底の泥を吸い込んで餌をこし取る鯉なども鰓耙が粗い傾向にあります。鰓耙の数や形態は魚種ごとに異なっていることから、魚を研究するとりわけ魚類分類学の分野ではエラの形態を見ることが魚の種類を分ける非常に重要な判別方法となっています。例えば再発見されて話題になったクニマスにおいても、禁煙種であるヒメマスと見分ける際には鰓耙の数が判別材料となりました。海水魚と淡水魚の違い。さばいた魚の身を塩漬けすると水分が抜けます。これは浸透圧によるものです。浸透圧とは、濃度の濃い浸透圧が高い液体と濃度の薄い浸透圧が低い液体が細胞膜を挟んで存在している時の水分の分子が濃い液体の方へ移動することを言います。生きている魚にとっても浸透圧は大きな問題です。真水は細胞内より浸透圧が低く、海水は浸透圧が高いからです。淡水魚は真水をエラや体表から取り入れています。それがそのまま体内に入ると水分が細胞内に流入してしまいます。これを防ぐためにはできるだけ塩分を取り入れて、浸透圧の低い真水が細胞に触れないようにします。一方、海水魚は海水を取り入れているので、そのままでは細胞内の水分が流出してしまいます。これを防ぐため、海水から水分だけを体内に入れて塩分を排出する必要があります。この浸透圧差を調整するためにも、他は腎臓とともに大切な役割を果たしています。エラには体と水の間での浸透圧差に対抗してナトリウムイオンや塩素イオンなどの塩類を排出したり吸収したりするナトリウムポンプと呼ばれる機能を持つ塩類細胞が多く存在します。また淡水魚ではアンモニアや尿素の大部分もエラから排出しています。なお、我々釣り人に馴染みの深い釣り魚であるサケやサクラマスといった作化性回遊魚やボラやスズキのような寄水魚、周縁魚では海水と淡水を行き来する際に塩類細胞を変化させ異なる塩分濃度に対応させています。空気呼吸する魚。魚の中には直接空気を吸い込んで酸素を取り入れることができる種類がいます。雷魚の仲間や東南アジアに住む木登り魚の仲間などがそれに当たりますが、彼らは溶存酸素の少ない沼地などに生息するために空気呼吸が必要です。さらに日本では観賞魚として知られるハイ魚の仲間やポリプテルスといった古代魚の仲間は浮き袋が変化した肺のような器官を持ち空気呼吸をすることができます。しかし、これらの魚も呼吸により発生する二酸化炭素の排出にはエラを用いていることが知られています。つまりエラがなくても生きていける魚類は存在しないのです。エラを持つがゆえの危険性。エラはこのように魚類の生命の維持にとって非常に重要な役割を持ちますが、エラが体外に露出し常に水にさらされているため、環境の悪化による影響を受けやすいです。代表的な例が寄生虫の付着や泥など水中の懸濁物質、浮遊物質が詰まることによる酸欠などです。エラに付着する寄生虫としては、サケ科魚類に寄生する繊毛虫であるキドロネラが挙げられます。キドロネラはサケ、カラフトマス、サクラマスなどのエラに寄生し、鰓弁の癒着や飛行などを引き起こし、呼吸障害で死に至らしめることが指摘されています。また冷水病やコイヘルペスウイルスなども病原体がエラに付着することから、補菌の有無を検査する際は採集した魚のエラを用いることが多いです。コイに関してはコイヘルペスが蔓延した霞ヶ浦において出荷する際の条件として、切り身またはエラ除去の鮮魚または熱加工製品することが義務付けられています。
懸濁物質による影響は大きく分けて2つあります。1つは水中に懸濁物質の濃度が上がることによって水の粘度が増し、水をエラの間に通すためのエネルギーをより多く使わなければいけなくなること。もう一つは懸濁物質自体が二次鰓弁の間に詰まって鰓弁の面積が減少し、酸素を摂取する効率が低下することです。簡単に言えば、泥などで濁った水の中では魚は酸素を効率的に取り入れられず弱ってしまうのです。釣り人として心がけること。魚のエラ、鰓弁は元来水中にいる状態で溶存酸素を取り入れるものであり、空気にさらされた状態ではその機能を発揮できません。張りがかりした魚の口を水面に出すことで魚が弱り、取り込みやすくなるというのはエラの機能を前提とした釣り人ならではの知恵と言えます。特に淡水魚ではエラが空気中に出てしまうとアンモニアや尿素などを排出することもできなくなり、中毒を起こしてさらに弱まります。ブラックバスなどの釣り大会で釣った魚を生けすに生かして検量会場に持ち帰り、弱りかけていたらエラに直接酸素スプレーを吹きかけて回復させようとする荒治療をしている人もいるようです。しかし空気中でエラに直接酸素を吹きつけても魚にとって負担が減ることは考えにくく、いたずらにエラを傷つけるだけです。魚を再放流することを前提に、バケツなどで一時的に生かしておく場合は十分に酸素を補給して溶存酸素量を増やし、頻繁に水替えなどを行ってお濁を防ぐことでエラの詰まりなどを防ぐなど、少しでも負担の少ない環境にしておくことが重要です。いかがだったでしょうか。エラ、それは魚たちが水の中で生きるために長い年月をかけて進化させてきた精密で繊細な器官です。私たち釣り人はその命の仕組みを知ることで魚とより深く向き合うことができます。一匹の魚を釣り上げた時、そのエラがどれほどの働きをしてきたのかを思う。その気づきこそが釣りを技から学びへと変える第一歩です。魚を理解することは自然を理解すること、そして命の尊さを知ること。今日もまた釣りを通して一つの学びを得ました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画が良かったら評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。